皆さん、こんにちは。ウィッシュウィンドオーケストラのトランペットを担当しております、古間健太と申します。川原文也です。横川はじめです。はい、さて、今回は江原大輔さん作曲の課題曲1番、スケルツァンドのトランペットパート練習ということで、この曲、まずパッと楽譜を見たときに非常にいろいろなことに気づいたんですけども、まず僕はですね、この課題曲の中で最も和声が非常に複雑に、目まぐるしく変わっていく曲だなという印象を受けました。あとはアーティキュレーションが細かく書かれているのも特徴的ですね。音の長さが8分音符のスタッカート、4分音符のスタッカートで音の長さを揃えるのも難しい。今日はそういったところを注意しながらちょっとパート練習させていただきたいと思います。はい、それではお聴きください。まずは、6小節目から B もまでを取らせていただきました。まずはこの場所に関してはアーティキュレーションが細かくついているということと、ハーモニーが3声で、動いていることがたくさんありますので、そちらにぜひ気をつけて演奏してみてください。次は D の2小節前から2小節間です。1小節前のリットの中で、2拍目の3連符の長さ、音の長さとハーモニーを揃えるようにしましょう。愛の3小節目から最後まで演奏しましたが、途中に出てくる裏打ちは走らないように注意することと、最後の3小節間に出てくるリズムがとても難しいので、ゆっくりなテンポから練習しましょう。それでは夏のコンクールに向けて頑張ってください。